イスラエル軍は先ほどイスラム教シーア派組織ヒズボラの拠点であるレバノン南部への限定的な地上侵攻を開始したと発表しました。イスラエル軍は1日レバノン南部でヒズボラのインフラなどの拠点に標的を絞った限定的な地上侵攻を開始したと発表しました。地上部隊だけではなく空軍なども作戦に加わっているとしています。さらにこの作戦は数ヶ月間訓練を重ねて準備を整えてきたとした上で、ガザ地区や他の地域での戦闘と並行して実施すると主張しています。この作戦は直前に開かれた安全保障会議で政府高官らが承認したということです。イスラエル軍は北部の住民を故郷に帰すために必要なあらゆることをしていると声明を出しています。イスラエルがレバノンに地上侵攻をするのは2006年以来のことです。